離れた瞬間にパーって出てくるアニメですね。こんにちは、イムランです。このチャンネルではネイティブが毎日に使う英語表現を私はクイズ形式でお届けします。そして、皆さんが一瞬でネイティブ発音が分かるようにしっかりと発音もリアル記号、リアル発音記号を使って解説してます。OK、じゃあ行きましょう。今日の表現は、ぜひそうしたいです。になります。これは英語で何て言うでしょうか ?2 秒考えてください。OK、では答えです。答えは、I'd love to。ぜひそうしたいです。I'd love to。OK? これは I would love to なんですけども、この would が入っているのがポイントで、まあ、I'd love to でも決まり文句として、ぜひそうしたいですっていうふうに覚えておいてもらっていいんですけども、would はなんか丁寧に言うときに使うとかいろいろあるじゃないですか。で、あれもやっぱなんか適当な情報が結構ネットで蔓延してるんですけど、would は基本的に仮定法なので、I would love to っていうと、何が隠れているかというと、もし大丈夫なんだったら、もしあなたがそれでいいんだったら、ぜひっていう感じになります。OK? なので、例えば、来週沖縄行くんですけども、ちょっと友達がキャンセルしちゃって、チケット余ってるんで、もしよかったら、そのチケット使いますか?どうせ友達が払うし、みたいな。I'd love to! ぜひそうしたいです、行きたいです、もしそれでいいんだったら、はいはい、みたいな感じですね。OK? なので、まあ、そういうのが一応入ってるっていうのを覚えておいてください。でそうするとこれから Wood を見た時にその仮定されてるんだなっていうのが分かって、 Wood の感覚がしっかりと分かりになります。 OK なのでそれだけ覚えておいてください。 OK じゃあ発音いきましょう。 I'd love I で D で舌を口の上につけますね。 I で D の位置なんですけども L の位置近いんでそのまま L 言っちゃいます。 I'd love to I ついてますね。そこから love I'd love I'd love そして love の V はブルーレットですね。 I'd love そして to I'd love to I'd love to スキップで to の準備しちゃってください。 love to 離れた瞬間にパーって出てくる感じですね。 OK?じゃあ行きましょう。つなげて。I'd love to. I'd love to. I'd love to. OK, very good. That's good. OK, しっかり覚えて、そしてどんどん使って、美味しい目に遭いましょう。OK. Alright, guys. So thank you very much for watching. And please watch my next lesson too. OK, take care, guys. Bye.